中野島駅、中野島駅は、大阪府大阪市北区中野島5丁目にある、京阪電気鉄道、京阪中野島線の駅である。大阪国際会議場の副駅名を持つ。駅番号は、KH54。当駅は、中野島線の起点であり、京阪の路線では最も西に位置する駅である。淀ド橋駅と並ぶ大阪の終端駅であることから、年に、 淀屋橋駅に対して、京都府内の主要駅の発車表などで、大阪淀屋橋表記を再開したのと同時に、当駅に関しても、大阪中野島と表記されるようになった。建設当初の仮称は、玉江橋駅だったが、2006年11月に、現駅名が発表された。当駅は将来、計画中の何和筋線との乗り換え駅になる予定であるほか、 中野島線は西九条を経て新桜島へ延伸する計画もあるが、いずれも着工及び開通などの時期については未定となっている。地下1階に、コンコース、地下2階島式ホーム一面3線を有する地下駅。北側の一番乗り場側を切り替えて三番乗り場がある、階段状のホームである。これは、京阪本線の淀屋橋駅と似た構造だが、 同駅の一面4線と異なり、当駅が3線なのは、駅手前で線形がカーブしている関係で、安全上十分なホーム幅が確保できないためである。そのため、3番乗り場の2番乗り場側には、壁が設けられている。ホームの終端部には、中野島線で最後のトンネル間通区間で、あるのに和橋駅と大江橋駅間で実際に使用した。 シールドマシンのカッター部分の一部がモニュメントとして保存されている。また、3番線ホームの終端部の裏には、坂日日々、新、汎用日日新たなりの石碑が飾られている。ホーム側壁の素材は、日本の地下駅で初めて不燃木材を利用している。また、地下1階コンコースの大阪国際会議場よりも、不燃木材を利用した壁面。 天井となっており、銅線全体の象徴である木をイメージさせるデザインとなっている。改札口付近の壁面はガラスで構成されているが、これは中野島線全体の象徴である水をイメージしたデザインである。また、改札外のコンコースには銅線の着工から開業までの歩みを掲載した名盤、中野島線春工の木が設置されている。 列車運行管理システム、ADEC、自立分散式運行管理システムの19駅ある、各信号取扱駅の一つとなっている。駅制御装置が設置され、これにより信号機やポイントなど、運転業務に関わる性のほか、案内放送や行き先表示など、旅客案内設備を包括し自動化されている。地下1階には、 中野島変電所が設置されており、関西電力より受電した交流 22KV を 4000kW の直流変成機2機で直流 1500V に変換して電車線に送電するほか、6000区場変圧機2機で交流 6600V に高圧して、駅施設や信号設備の電源としても使用されている。また、停電対策として変電所内に 出力1200区場のガスター便発電機が設置されている。2017年5月1日より、電車線に送電する電気の購入先を、関西電力から新電力のエネットに変更。さらに、環境対策、省エネルギーとして道島側から汲み上げた水を熱交換し空調に使用しており、熱交換後の水は川に戻されている。2016年、 平成28年度の特定日における1日、乗降人員は9926人である。駅開業後の特定日における乗降、乗車人員は下表の通り、距離は公道、地下道を含むを利用した場合の地図上のもの、括弧内には各駅の最短出入口間の徒歩距離、同様に地図上を付記する。上記の各駅への乗り換えは、 6番で入り口を出て、道島側に架か,かる玉江橋を渡り、清瀬橋跡を過ぎて、国道2号以北まで、何は筋を北上する。多少の距離があるが、京阪側ではこれらの駅と中野島駅との位置関係、及び乗り換えについて、さらなる広報を行うとしている。ただし、海老駅生と野江駅等を行き来する場合は、京橋駅で乗り換える方が運賃が安くなる場合が、多い。 北区中野島4丁目北区中野島5丁目中野島駅直近北区中野島6丁目北区大淀南2丁目北区大淀南3丁目福島区福島1丁目福島区福島2丁目福島区福島3丁目福島区福島4丁目玉川1丁目福島区福島5丁目福島区野田1丁目野田2丁目西区江戸堀西区とサボリ大阪ティバス 北港観光バス。2017年5月23日に、大阪府、大阪市、西日本旅客鉄道、JR 西日本、南海電気鉄道、南海、阪急電鉄、阪急の5社共同リリースにより、明らかにされた何わ筋線の建設計画では、途中に中野島駅、下唱を設ける計画が明らかにされている。何は筋線は、 第3セクターによる上下分離方式による事業化が想定されており、何和筋線中野島駅は、京阪中野島線との乗り換え駅なるが、駅の構造や運営者などは現時点では定まっていない。ただし、京阪中野島駅構内では、何和筋線との接続駅とする前提で、すでに連絡通路の建設が行われている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。